李ノベは台湾総督府評議員、新高銀行東取、日台合氏による大政火災会場株式会社の創設と経営に尽力し、日本の台湾統治時代における台湾金融界の重鎮である。1883年7月12日、李ノベキは李影森の次男として台北大稲に生まれる。ソフリ春夫はキリスト教徒で英文に通じ、アモイより、 普代氏福建安計の茶州ウーロン茶をアメリカに輸出し、売弁として、財を築き、台湾ウーロン茶の父と謳われた、当時全島著名な新商であり、父親利影森も同様に売弁として、家業を継承する。リノベキの成長期家族は、台湾が新朝の時期から日本の統治時期への時代の転換期にあり、ソフリ・ハルオは1895年の変革に際し、 台北城の治安維持に三木剣したことで日本の信頼を受けた台湾人の代表であり明治天皇より朝日省、叙勲六等を授与される。同時に長子李影盛も台湾総督より新省を授与された。1896年李延樹の祖父李春雄は鈍ン日本の際に三人の孫と親友の子弟を帯同した。その中の一人が リノベキであり、当時14のリノベキと他のシテらラは、台湾からの第二陣の小留学生として、明治学院に学ぶ。1905年リノベキは、明治学院普通学部を卒業、台湾発の留学生として渡米し、ニューヨーク大学に学び、1910年小科学史を取得し、同年コロンビア大学経済学研究所に学ぶ。 1911年期待し、同年リノベキは、台湾日日新報に掲載された、外遊14年一文の中で、日本やアメリカでの体験を語っており、キールン港到着時には迎え出た出自に対し返す、言葉が台湾語で出てこなかったほどだったとも言っている。新高銀行のロゴタイプ、新高銀行時代のリノベキ期待後、1915年リノベキは、 七里影森を補助し、大稲商人を集結し茶葉融資を主たる目的とする的銀行を設立。新高銀行と命名し、リノベキは常務取締役となり、1922年里影森政協後、東取に就任。新高銀行創設初期においては、第一次世界大戦の後継期に乗り、業務は急速に膨張し、資本金は、 最初の50万円から徐々に200万、800万円に増資し、経営範囲はさらにかなお及び、南洋一帯に拡大したが、戦争の終結に伴い景気は反転し、新高銀行は塞い方に陥り、1923年台湾商工銀行に併合され、リノベキは副頭取りとなる。以後、台湾商工銀行の減資に伴いリノベキの持ち株は減少し、 わずか一年で副頭取の職務を辞することとなる。1919年、リノベキは、日台優和親善を理想とする親友マシコ、タクマシタスクの保険会社設立の構想を支持し、資金調達に尽力し、翌年リノベキ主導の下、大正火災会場保険会社が創立される。資本金は500万円。当時台湾全島各地で著名な新商。 台湾語大家族がこれに参加する。リノベキは、会社成立後父利影森を社長に据え、兄リノベレーが取締役につき、1923年兄に代わり、取締役となる。その後、大正12年から昭和19年の21年間同社の観察役、常任観察役など役職を歴任し、終戦と同時に、 リノベキは大政火災会場での歴史に終止符を打つ。李は他に伊達正雄企業、株式会社取締役、台湾土地建物株式会社の観察役などを務める。1921年から1924年日本、東京に選挙するまで台湾総督府評議員の公職にあった。旧大政創立当時のリノベキとマシコタクマタスク旧大政火災会場保険株式。 会社、第2代台北本社旧体制、火災会場保険株式会社第3代台北本社1924年、祖父、李春を成居。李延べきは、台湾商工銀行副頭取の職務を辞し、東京に今日移す。その前年、李延べきは、三好由里子と結婚、東京渋谷大観山に今日構えた。日本天協も、 リノベキの財力は昔とは比べ物にならなかったが、在日台湾留学生に関心を寄せ、著名な留学生、首相用、義家用、ランサトシらは、その訪問記録の中でリノベキが定期的に台湾留学生を屋敷に招いていたことや、リノベキの身なりたたずまいが、英国紳士を彷彿させると記しており、台湾青年らの大先輩として深く尊敬された。百四十五年、 第二次世界大戦したアメリカ軍の日本空襲に伴いリノベキは日本で終戦を迎える。新しい政治状況下において従来の台湾商工銀行は1947年台湾交渉銀行と改組されリノベキは戦後初代常任観察役となり1946年 期待するが2.28事件の勃発後、リノベキは台湾の政局に対し徐々に失望し、1947年末、再び東京に戻る。1950年リノベキは、小介石の中国国民党当局の迫害を受け反乱罪と宣告され、台湾における大部分の財産は没収され、以後社会的、経済的打撃により動脈効果を患い、 長期病床に伏すことになる。1956年、リノベキの長男リ大全は父親を天津科医院に入院させる。1959年9月8日、病死、去年76歳。リノベキ、理所、台湾総多田し不専売局公文類産。1925。株式会社保険研究所、日本保険業死、会社編。昭和55年10月。 1122ページ。陳と博、台湾氏は、リハルオ、リノベキト第一銀行、台北文献、2千二百203から229ページ。とと明、大小茶葉の父、リハルオ的きびら。台湾新聞法、1963。人物評論者編、財界東省伝、昭和13年、35ページ。大西火災海上保険株式会。 大制円卓ナンバー226周期号199519ページありがとうございます。